ご承知のように2018年度は全体で 1% の増収、事業利益が 4% の減益ということで、親会社貴族の当期純利益につきましても296億ということで前年49と大変残念な業績となりました。19年度は中計の最終年度ということでありますけれども、食品の鈍化によりまして中計目標の達成は困難でございます。このような食品の鈍化ということについての原因としてましては、まずはこの ICT の進化によって消費の多様化というのが加速をしてきているということであります。加えて e コマースの台頭によって将来へ の, このデジタルトランスフォーメーションへの投資の必要性から小売や流通業の統合が非常に前に進むということになってきておりまして、これらによって販売チャンネルの構造が大きく変化しつつあります。次期中継からスタートするということじゃなく、今年度から改革に入ってまいりたいと、このように思います。基本戦略は重点事業への集中投資ということによる着実な成長で、19年は売上で 3% 増、BP で 4% 増を狙ってまいります。まず次期の中計のキーメッセージは、アセットライト化とデジタルトランスフォーメーションを通じて競争力を高め、持続的な成長に回帰をしていくということであります。狙いはグローバルトップ3、これを実現できる事業カテゴリーに集中するということであります。そこでイノベーションを起こして持続的な成長を確実に達成してまいります。そのためには資産効率の観点で事業の選択と集中が必須であると思っておりまして、またこの事業以外の資産も対象にバランスシートを軽くしてまいります。同時にデジタルトランスフォーメーションを取り入れて新たな顧客価値創造による成長とオペレーションの効率化、これを進めてまいります。そういう中継に舵を切ってまいります。